やばいこの付近。メトロンロック。Yeah, awesome.よし、皆さんそれでは一緒にこのトレーニングタイムにしましょう。Thank you.
燃えてます。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんトレーニングお疲れ様でした。今先ほど見ていただいた USF アーバンスタイルフィットネス、これは僕が、自分で作りましたウェブサイトです。このサイトでは僕が今まで上げてきた動画の中でもおすすめしたい動画をそこでピックアップして紹介しているのと、そして僕が今まで自分で使ってきてよかったなと思うサプリメント等を、そしてそのサプリメントの使い方とかそういったことも全部このサイトに記載してます。そしてトレーニングのやり方とか、どういうふうに休息を取るのかとか、トレーニング、要は体を作ることに関しての情報を全て載せているので、これら知りたい方は、このサイト見てもらえるとめちゃくちゃ学べることあると思います。で、これから今回のトレーニングについての説明をするんですけど、その前にこのブースターアスリート、僕はチャンネルブースターアスリートという筋トレ専用のチャンネルをやってるんですけど、こっちを再開します。はい。再開ということで、しばらく上げてなかったんですけど、今回のトレーニングと違う新たな試みのトレーニングが始まるんですよ。これ僕がずっとしたかったことで、その種目のための音楽を作って、その音楽とともにトレーニングをするという新しいトレーニングをこれからやっていきます。で、それはこのブースターアスリートですでに動画が上がっています。そう、これ見てください。そして今回のトレーニングのテーマが腹筋なので、こっちも腹筋にしています。なので今回のトレーニングは、今回のトレーニングで結構僕のオリジナルの動き、肘を使った動きがあるんですけど、僕自身が自分でトレーニングしていて、これいつかシェアしたいなと思ったトレーニングをちょっと秘めていて、これを今回紹介、このチャンネルでしたんですけど、こっちのチャンネルでは先ほど言ったように、その腹筋だけじゃなくて、これからも新しいトレーニングをいくつかやっていく中でも、今回のトレーニングも秒数とかこの分数に合わせてやる中でこう目標を立てていくと思うんですけど、これは音に合わせてそのリズムよく綺麗よくやっていくっていうことで、これを見てるみんなが同じだけの強度を持ってトレーニングできるという、本当に新しいって何回も言うんですけど、そう、新しいんで、ちょっとこれブースターアスリートもぜひチェックしてください。はい、というわけで告知が入ったところでいきましょう。それでは今回のトレーニング、まず肘を使ったね、こういった動きがあったと思うんです。で、あれが最初の2つ、はい、あります。最初の2種目は肘をこう立ててあげる動きがあるんですけど、まずポイントだけを説明していくと、肘に体重を乗せに行ってください、あえて。はい、なので肘を使うことによって、このトレーニングの一番効かしたいところに刺激を与えるのは、体を持ち上げた時に肘に体重を乗せるようにします。で、これはただ横に動いてるわけではなくて、斜め下、お腹を見るようにして肘の位置も中に入れるように体を、ね、屈伸運動させていきます。はい、でこの間に肘に体重を乗せながら、ぐっともう一個の方の肘も寄せながら体を持ち上げていきます。そして肘と膝をくっつけるようにしてトレーニングやっていきます。この次の種目は両足を上げるので、両足をしっかり揃えながら体をひねりながらバランスをとってやっていきます。これは少しテクニックというか、初めてやるとちょっと難しいのと、硬い床でやるとちょっと肘痛いと思うので、ヨガマットの上、もしくはカーペットの上、布団の上でやるようにしてください。はい、続いてボートホールド、そしてプランクと、続いていきますが、これらのトレーニングっていうのはこのチャンネルだけでも今まで散々説明していますし、結構ベーシックなトレーニングなので、あんまり説明はいらないと思うんですけど、腹筋を鍛えるトレーニングってもありますし、このコアと言われるね、もっとこの中の方しっかり締めて固めてあげることを意識してください。で、呼吸はしてください。しんどいんで呼吸してほしいけど、お腹の力を抜かないようにしっかり深呼吸しながらやっていく。で、もう一つテクニカルの動きで言うと、体ね、下半身をひねりながらプランクをしていきました。で、これは見ての通りなんですけど、ちょっとね、慣れてないと、そのリズムというか、なかなかこの振るということをすぐできない人もいてるかもしれないので、ポイントとして、常にこの動きを保ちながら上下運動を繰り返す。これだけなんです。一回慣れてしまったら全然考えずにできると思うんですけど、ポイントとしては上半身、胸から上は動かさない。こうならないように、胸から下、お腹を思いっきりひねれるだけひねって上下運動を繰り返していきます。はい、間の休憩でしっかりお腹の力を抜いて深呼吸、そして最後に体を追い込んでいくという流れでやっていきます。ポイントは以上になります。そしてこの動画、この最後まで見られて、まだチャンネル登録されてない方はぜひしていてください。そして先ほど言った
ブースアスリート、はい、これはもう筋トレに軸を置いてやってるチャンネルで、これからまたやっていくんですけど、まあ、これ反応を見ながらやっていこうと思ってますので、新しい試みであるその音と合わせてやる、これめちゃくちゃ楽しいんですよね。僕自身がもともとダンスを長くやっていたっていう、こう背景があるので、そのやっぱり音に合わせて体を動かすっていうことは、音に合わせて頭を振るであったり、そういった感覚で音を楽しみながらトレーニングをこう融合させたものです、はい、なので通常の今までやってるものだと音楽がただ聞こえてるものでひたすらトレーニングを重ねることだったと思うんですけど、特に自宅でやるトレーニングっていうのは結構モチベーションを保つのが難しかったり、楽しさを見出すのが難しいと思うんですけど、これを見られて一緒にやる日本全国の方々と同じだけの効果を得ることができるので、そのトレーニングでのその大差というのをなくせることができます。なので僕が求めているだけの効果を得ることができます。キレよくフォームよくっていうことも、まあ、詳しくはまたこのこっちで上げてる一番新しい動画でそれはお伝えします。まだ終わってないよ。僕がデザイナーをしておりますキースネット、6月21日まで本日より全品を対象にした 25% オフのサマーセールを行ってます。少し告知が多くなってしまったんですけど、興味のある方は概要欄よりチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。